さん、お元気ですか？今日は震災時またはアウトドアキャンプのシートについて考えてみましょう。グランドシートとかよく使ったりしますけども、皆さん身近なもので使ってみてはどうでしょうか？皆さん、こんな段ボールを簡単に捨てたりしてませんか？これは震災時などでとても役に立つんですよ。さあ、それではこの段ボールを使って、床に敷いてみましょう。熊本地震で小学校のボランティアに行った時に、体育館の中で、とても段ボールを使っておりました。一つはプライバシーを守るために段ボールをこの境目に敷いていました。これでプライバシーを守っております。そして床は冷たいので段ボールを敷いて横になりました。これで床の冷たさが防げます。こんな感じで横になります。来て来て、添い寝して。はい。ただし段ボールの場合はアウトドアでしたら、水にとても弱いですね。水に濡れちゃうと全然ダメになります。そんな時はグラウンドシートを敷いて、段ボールを敷いて横になります。こうすると、あ、水に弱い、雨に弱いとかいうのにはここで快適に寝れます。はい、来て来て、添い寝して。この段ボールを使いますけども、他にも強い紙があります。芸術家であり切り絵の作品を作る龍之介は紙にはとても興味を持っていろいろ見たりします。これはお米を30キロ入れる袋です。この袋はとても強くできています。こんな紙を捨ててませんか？段ボールも捨ててませんか？とても役に立ちますよ。こういうのを敷いて横になると、紙はとても強いので、非常時にはとても便利です。はい、やっぱり来て来て、添い寝して。このように段ボールや紙は非常にいらなくなると捨てがちですけども、とても便利で使い勝手が良いです。工夫次第でとても役に立ちます。そして寒い時は燃やしたりして暖も取れますので、お家の中に非常時のように時のように持っていてはいかがでしょうか。それでは霧隠れ龍之介でした。いつもありがとう。大好き。キスブチュー。